はい、おじいでーす。えー、っとね、今日これ今ね、動作検証してる。これ何かっていうと、ちょっとおじいの記憶はあんまりないんだけど、過去に紹介してるはずなんだよ、これ。でも、動画がないんだよ。で、もう売ってないから動画を消したのか、それとも何か、 あって動画にしなかったのか、ちょっとね、わかんないんだよ。わかんない。もう、あのー、おじいの記憶にないというか、当時こいつにそんなに興味がなかったというかね、ノブサウンドさんではないんだよ。ノブサウンドさん全部、あの、あるからね。それ以外のところのやつなんだよ。で、今、音出し検証してて、 で、IR ってなんかね、あるんで、IR ってことは、これ、リモコンかなと思って、でも、リモコンなんてないような。うん。で、ここね、ポチポチ変えると、Bluetooth とかね、こう、オプティカルとか、コアキシャルとかね、なんか、こうやって切り替えはできるのよ。 で、これが何かというと、サブウーファーのボリュームと、なんかネイルを変更するやつだけで、USB の入力とマイクの入力と、で、あとね、面白いことに、ね、これ HDMI の ARC があるんだね。だから、これ、プロジェクターで、ね、なんかあの、おあの、 映像、DVD とか、ああいうのの、で、これテレビなんかによく、やれ、テレビの後ろでこれ持ってったりするよね。その音を、やっぱよく知ったい人がこういうのを使うのかな、みたいな。だから入力がこの、この Bluetooth と Optical と Corexal と、あとサブアウトがあるんだけど、ちょっとね、これもよくわからん。でもここにサブアウトがあるんだよ。 両対応だと思う。で、AUX の、これん入力かなしろかなあれ、AUX の入力なんだったら、じゃあ前から撮っちゃダメなのかなこれマイクってなってたんだけど、ちょ、ちょ、ちょっとこれ違うかもしれないな。今これ音出てるんだけど。ほら。で、これが、このボリュームと連動していなくて、今これマイク、マイクだと、ちょっとこれ音絞って、 そっか。これマイクってやったんで、これ変換すれば音出るのかなと思ったけど、これマイク、カラオケ用かなじゃ。後ろの AUX がこれでいいんじゃないのかじゃこっちから音出せるんだろうんじゃん。違うか。モード切り替えか これじゃないのどうであれ違うのあこっちのボリューム絞ってあったこっち側に連動なのかなでも音出てないな今こやきしゃるあこれかあこっから来た マイクだと、あの、スマホからしかボリューム調整できなくて、ボリュームが入力が大きかったんだけど、AUX から入るとこれでボリュームできるね。 これが低音高音の調整がなくてサブウーフーのパワーと音色しか変えられないんでねこれ本来何に使うんだろうマイクがあるから テレビと接続して、で、テレビで再生したカラオケをこれに入れて、で、マイクで歌って低音を上げるって、そういうあれかな。まあ、テレビも見れるとか。音は悪くないよね。 Oh uh -huh. まあ一応、大丈夫だね。多分ね、動画にしてると思うんだけど、してないかもしれないし、これをね、紹介した記憶がね、ないんだよ。おじいに。で、ほんとスピーカーの、サブウーファーのスピーカー持ってないし、センタースピーカーなら持ってるけど、 さてね、まあ、HDMI の入力があってもほんとそんなの叱ったことがないしね。本当、今初めての音出しに等しいかもしんない。まあ、でも、あの、箱とかも何もないんで、あの、例の棚の観音開きの下のところに、あの、いろいろ積んであったんでね。ノブサンドさん以外のやつはそこにみんな掘り込んであるんで、 で、さっきいろいろね、うんちょっとこう、整理してて、で、これなんだろうなっていう。電源も、だからどれが付いてたかもわかんないけど、24ボルトまで対応してるっていうから、一応今24ボルトつ付けたんだけどね。このチャンネルにはこういうのに興味があるという人はいるのかな 通常はここが点,点だけ。電源オンだとここが点だけ光るんだね。で、電源オンにすると消えるっていう。あれついたらダメじゃん。消えて。通電してるとここがつ <laughs> いたまんまなのか。スタンバイ。<laughs> スタンバイなんだね。じゃ電源抜いて、よいしょ。 電源抜くと消える、ね。一応スタンバイなんだねうん。まあほんとおじいのとこに飾っておいてもね、検証で使うこともないよな。でも珍しいよね。ほんと珍しいよね、これね。おじいのとこでは、は初だよね。HDMI の 入力がある。動画にしたかもしんない。いやー、でも記憶ないんだよなこれ何に使うんだろう。ウーハーう、ノブサウンドさんのやつは確かウーハーだけのコントロールってあったような気もするけどな、それの類いかな、これ。ノブサウンドさんではないよ、これはね。 あの、別のところに、何に使うんだろう。いや、マイク入力があるから、カラオケだよね。おそらく。うん。わかんねこういうのあの、誰か使い道ある人いるのかなこれで。何に使ったらいいんだろうね。<laughs> ねえ。いや、今、いろいろあのー、本当ノブサンドさんのやつは棚にほら見えるとこにあるからさ、あの、ああ、これはこれってわかるけど、その、棚に入っていないね、発掘するものってなんだっけって全然わからない。ねそんなわけで、ね 電源なし単品でこれはあれかな処分したら誰かを使う人いるのかなうん。全然謎。去年とか一昨年とかのレベルではないと思うよね。何なんだろう。あの、何にも名前が入ってないから、そのまんまあの、ありエクスプレスとかで 無印で売ってるようなね。平行輸入販売してたんだろうね、アマゾンで。だ本当に、その、少量、10個単位とか少量入れて、あの、やってたんだろうね。だから業者っていうよりも学生さんだったかもしれないね、アマゾンのうん。でも、物が全然こう、あの、なんかこう、シャビとかもないし、 なんかこう風化したイメージがないんで、そんなに古くはないと思うけど、でもノブサンドさんと知り合ってから最初の1、2年ぐらいはなんかメールで声がかかってたような気がするんだよね。うちのもうみたいな。その頃だともう、もうだってここのとこさ、だってないじゃん。 あのー、中の担当者さんが、プロジェクターの担当者さんが星オーディオに行って一回一個紹介したのがちょっと前で、その前って言うと、だからあのアンパパでしょそれ以外だって、あのー、シャバジーか。もう今なくなっちゃったけど、シャバジーのアンプと、笑顔 JP さんはね、笑顔 JP さんはあのー、あれだから <laughs>。 で <laughs>、ね、一緒だから。ね。他に、なんか他になんかね、なんか他になんかちっちゃいなんか、あのー、なんかパチパチンってあるのもね、なんかあったような気がするんだよね。みんな消えちゃってんだよね。そういうとこって名前が入ってないようなとことかさ、なんかわけのわかんないの。でも過去にネ,ネタにしたのもあるかもしれないけど。ノブサウンドさんとかさ、ノブサウンド、あいわいま、ね、あのー、星オーディオとか、 なんだっけあの、こっちょっと名の通ったところのやつっていでしょうブランドって感じだけど、そうでないところが、ちょっとお小遣い稼ぎで、ねあのー、仕入れて、並行輸入で売ってる人のって、ブランドがないからね。中国ってもともとブランドがないからさ、おじいすも言ってるけど、ね。メーカー、メーカーがないからね。作ってる工場がメーカーだからね。 うん。そんなわけで、まあ、謎なアイテムでした。おじ、もうカラオケやんないからな。ライブ配信やってるときは、ね、大歌の時間でビリやった後、お歌歌ってたけど、<laughs> ねあの、マイク通して歌歌わないからね、おじいね。そういうことで。うん。どんな近道があるんだろう。ねえ。 珍しいでしょでも、こういうの珍しいでしょあんま、あのー、見たことないでしょみんなも。こういうのって、ねまあ、重さはあるけど、2キロはないな。うん。急便コンパクトに入るのかな入んねえな。 あの、びん <laughs>、えー。はい、そんなわけで、HDMI がついてるってことは、でもやっぱりカラオケだよな、これ。<laughs> カラオ、カラあ、そうか。かカラオケに、だから、あの、あれか、マイク、ワイヤレスマイクとか、セットにすると喜びそうだね。マイク。うーん。 ノブサンドさんのなんかカラオケのやつもあったよね。ボーカルが消えるやつね。うん。あれはあれで楽しかったけど。ああいうやつの方が使い勝手いいからな。もう昭和の時代だよね。こういうのになんか通してカチャカチャやってカラオケするって。ね だってこれ電源入れた時もだあのスタンバイで点しかないからねなんか再生しないとボリュームの数字も出てこないしなんか味気ないよね, <laughs> ねはいそんなわけでねまあ、こんなものがあるんだねっていうお話でした終わりです